アメリカ・ニューヨークの株式市場は IT 大手アップル株の急落などを受けてダウ平均株価が一時600ドルを超える大幅安となりましたアップルの業績修正をきっかけに世界経済の先行きへの懸念はまままますすす強まっています3日のニューヨーク市場は前日の取引終了後にアップルが中国でのスマートフォンなどの販売不振を理由に 業績予想を下方修正したことで株の売りが進みましたダウ平均株価は一時前日に比べ670ドルを超える値下がりとなりましたアップル株の下落率は一時10%を超えました